顔ぶれ見てどう思いますか、ね、一般的にはですね、要するに挙党一致、まあ、つまりいろんな派閥に配慮したとかですね、それからその、まあかなりベテランですね、重量級の人たちを、要職重要閣僚に起用して安定感をアピールしようとした、それからそうですね、党の、党三役の人事まで含めると、はい、やっぱりその派閥の、まあ、大物というのかな、はい、そういう人たちもこう並べて、やっぱり、まあ、オールスターキャストでいこうと、うん、で派閥にも配慮したというようなところだと思いますね、はいはい、でこんなことをね私のフェイスブックにこんなこと書いてこられた方がいるんですけれどもね、一平さんお詳しいと思うけど、ゴッドファーザーの中のセリフで、はい、Keep your friends close and your enemies closer かな、はい、要するに あなたの友を 近くに置けと、敵はもっと近くに置けっていう、なんかこれもともと孫子の兵法の中にあるんですってね、まあ大体中国人はまあそういう悪知恵がまあ多い、ゴッドファーザーよりもやっぱり何千年も前に中国人がね、まあ中国人から見ればアメリカのゴッドファーザーまああのは子供みたいなもんですよ、5000年の歴史と300年の歴史誰の腹が暗いかっていうね、うん、確かにね、でねそういうふうにおっしゃった方がいらっしゃるのね、はい、でそれは誰のことを指してるのかっていうと、例えば野田聖子さんを入閣させたっていうこと、これは意外でしたね、私個人的には、うん、私ちょっと意外じゃなかったわ、そうですか、というのはね、先週ですね、先週の確か木曜日だったかな、ある方とちょっとお話したんですね、その方は、安倍さんともかなり近いし、野田聖子さんとも親しい人なんですけど、どうも野田さんに内々に打診があったようだと、で安倍さんと野田さんっていうのは実は別にそんなに仲悪くもなんともなくて、確か同じ頃に議員になってるから同期ぐらいの感じだったんですよね、で、もともとね野田さんは、郵政民営化で造反したりしたこともありましたけれども、はい、またいい、でもその安倍さんの周辺の、ね、議員の人たちも野田さんとは結構その時もいろいろこう、まあ、気脈を通じていて、そんな悪くはないんですよ関係は、ただこのところやっぱり野田さんがねどちらかというとちょっとこう小言みたいなことを安倍さんの政権に対して言うという状況はありましたけれども、個人的にはそう悪くはないはずですね、で私も野田さんの気はあるだろうなというふうに思いました、っていうのはねやっぱりその今までこうお友達重用ってずいぶん言われたじゃないですか、でその象徴が稲田朋美さんだったわけですよね、まあ、ひどっことか、でこの、ね、稲田さんの重用みたいなことについて、去年の11月ぐらいですけれども、野田さんがある雑誌の企画でですね、小池都知事と対談をして、2人で散々当てこしてたわ、こんなこと言ったら悪いけど、自民党のおつぼね様2人がね、要するに安倍さんに重用されてる女性議員のことをなんかこうお酒のお酌でもして役職得たんじゃないのぐらいのこと言ってだいぶ言ってましたね、誰とは言ってませんけどね、だからそのあるいはその丸川さんなんかもそうですよね、非常にまだ議員歴が浅いのに、大臣ポスト、でこういうの全部やっぱり排除して、おそらく野田さんに行くだろうなというふうには感じてましたね、ただ野田さん側がその時にもう重要閣僚でないと受けたくないと、例えばその、まあ、小池さんとの関係もあるから、オリンピック担当大臣みたいなものもねちょっと言われてましたけれども、匿名担当大臣ぐらいではとても受けられないと、でそのね、まあ、私にその話をしてくれた人が言ったのは、そりゃそうだろうと、小渕優子だって経産大臣やったんだよと、なんだから、まあ、せめてそのクラスの大臣ポストじゃないと野田は受けられないよねと、ただ自分がね内閣改造までの間に野田さんと話す機会があれば、これはぜひ今回は受けた方がいいと、でやっぱり自民党としてね、まあ、そんなあっちでこっちでこう分裂するんじゃなくて、ちゃんと支えると、今支持率が落ちた時に後ろから弾を撃つような真似しないで、誰かのように、要するにちゃんと安倍さんを支えるんだと、そういうことができる人間なんだってことをちゃんと見せた方が野田さんの将来のためにもいいというふうにアドバイスをすると、そうおっしゃってますね、だから野田さんは多分来るなと、ただ重要閣僚ってじゃあ何があるのと言ったらば、さっき言った経産大臣ですね、それから外務大臣、まあ、心当たりなんですけれども、でもね外務はないだろうというふうに思った、そうすると経産もねおそらく、世耕さんが留任するだろうなと思ったんで、まあ、私もそこだけ総務大臣かなと、しかし総務大臣に関しては高市さんは結構安定してましたからね、そうですね、ただ今回は高市さんも安倍さんとは非常に近い、で高市さんも、まあ、外れた、で、もちろん稲田さんはもう辞めているし、丸川さんなんかも外しているし、それから例えば党の、役職の中でもですね、選対本部長、これにもともと古谷圭司さん、この番組にも何回も来ていただいている、古谷さんなんかも外れましたから、要するに安倍さんに最も近い議員の人たちを今回あえて外してるんですね、役職から、まあ、これがこの内閣の特徴だし、それから野田さんが、総務大臣をやるっていうのは所管がすごく広いんですけれども、一つは東京都の問題、元の、ね、自治大臣のポストも含んでますから、総務省がやっぱり自治体に対してはいろんなことをやるということ、それからもう一つはね、放送法を所管するのは総務大臣でしょ、だから例えばその野田さんはいわゆるメインストリームメディアとは、仲がいいけれども、仲がいいというか意外とこう関係いいけれども、まあ、そこら辺りをどういうふうにじゃあ、対処させるのか、
安倍総理がですね、というところ。それともう一つは外務大臣の河野さんがやる、はいはい、これもかなり意外な ね、 そうですね。だからその安倍政権にとって、うん、今じゃあ、まあ、こんな言い方したわけで敵ってどこで誰ですかっていうと ね、 ね、その内敵じゃないんですよ。例えばその野田さんをライバルかというと別にそうじゃない。もう4年も政権をやってるわけですから、野田さんはライバルじゃないんですね。本当の敵は安倍さんにとってはメディアであり、それからもう一つはやっぱり中国ですね、外国ですよね。いやそれでね、うん、今の話で私があのちょっと危惧してる、疑問を持ってるのはやっぱりあの河野さんの、あの外務大臣の任命ですわね、まあ、あの別に彼がまあ別に傭兵さんとはまあ当然金額も違いますが、しかし問題は例えば外務大臣ですよね、じゃ あ、 あの韓国との問題、いわゆる慰安婦問題、じゃあどうするかという話になると、まあ実はね、私も彼が外務大臣に決まったということを分かったところで、ちょうどじゃあ彼が政治家として外交政策をどう考えるかちょっと調べたんですよね、まあ、調べたら当然彼の公式 の、 あの彼自身 の、 あの公式サイト、それで調べてまず出てくるは当然あのやっぱり慰安婦問題、おそらく彼も意識してるんですかな、自分の親父があんなことをね、あんなことを、まあ私からすれば彼のもちろん彼には責任ないですよ、関係ないけど彼のお父さんがあったことは日本国民に対する犯罪ですよね。じゃあそれがどうするかという話、それで彼の外交政策のところでポンと、いわゆるいやあの功労談話出たんです、じゃあ最初から最後まで読んだんです。しかし読んでね、もう日本語で言えば何か絆に何かつままれたような、どういうことかというとね、最初から最後までね、要するに Q&A 形式でね、慰安婦問題とは何か、功労談話どういう経緯でできたか、要するにな説明、要するにその刑事の説明、しかし最初から最後まで彼自身がこの問題についてどう考えるかね、一言も書いてないんです。卑怯ですよ。自分の政策を、政治家として自分の政策を発表してるでしょ。じゃあ功労談話に関してでもあたかも他人ごと、まあ、一言であるように、要するに評論家的にね、評論家以上以下ですよ。評論家でも自分の意見が言うでしょ、私は一応、まあ、一応言われる評論家ね。しかしね、あの今でもまあ誰でもまあ入ってみることができるんですけど、功労談話に関してじゃあ自分はどういう意見を持ってるか、それは正しいかどうか、一言も書いてないんですよ。いやそんな政治家で私信用できないでしょ、要するに結局彼が自分の公式サイトで一応この談話取り上げたのは、要するに自分の親父のことを意識して何か触れないとちょっと何かいけない、おそらくそういう意識があった。しかしね、触れてる中で経緯の説明に集中してね、自分の考え、自分の政策、自分のね主張で一切一言も書かないというのは完全に逃げてるということ。じゃあ逃げてることが、要するにすごいことも彼がこの功労談話に対してね反対の意見が持てないというふうに解釈するしかないんですよ。じゃあここ二つの問題、一つが自分の政治家としてこの談、この談話ね、自分の親父がやったことは別としてですよ、じゃあどういう考えを示さないということはね、まず私はこの政治家としても卑怯ですよ、資格ですよ、その上でもし彼が実はこのこの談話に対して親父とね、彼のお父様と同じ考えならば、このような人がそう、あの外務大臣になったらですよ、じゃ あ、 あの日本の外交どうなるかって、しかも今後の今回内閣で例えばあのいろんなメンバー調べたらね、結構韓国に好意を持つ人が多いですわね。ですから私はね、今でもですよ、要するに安倍政権の下での日韓合意はね、私が安倍政権の最大のね、あの外交的汚点だと思っていますよ。もしこの路線がそういう人々にね、さらにね持っていけ行くことになれば、あの功労談話以上にね、もし日本を傷つける痛めつけるということになっては絶対にならない。だからこの外務大臣の人事に対しては私はまあちょっと聞くですわ。もちろん僕はあの内幕何も知らないですよ、ただしそれだけちょっと聞くです。私はね、意外とこの外務大臣人事はね、なんか外務大臣人事もそれから総務の野田聖子さんもね、あの関さんのような意見の方ってすごい多いんですよ、なんでこんな人事なんだっていうふうに思ってらっしゃる方がいるんだけど、私は意外と安倍総理は人事が上手になられたなって感じがしますね。やっぱりね、抑え込むってことは大事なんですよ。それとね、その今関さんがまさしくおっしゃったように、この確かにあの河野さんは、まあ、お父さんの河野談話に関しても、それからその日韓関係に関しても明確なことをおっしゃってない、ただあの日韓関係に関しては近年はですね、自民党の政治家ほとんどがあんまりはっきり言ってないです。やっぱり難しくなったんでしょうね。で、河野さんも野田さんも新幹派の議員ですね、いわゆるあの野田さんなんかは結構大勢の女性議員、超党派の女性議員ね、辻元清美さんなんかも含めて、そういう人たちとあの日韓関係改善のために議員交流しようなんて言って韓国行ったりしてましたからね、そういう人たちなんですよ。ただし岸田さんにじゃあそれほど外交的ポリシーがあったかって別にないんですね、で、ここがまたポイントで、もう岸田時代も要するに外交団ほとんど官邸がやってたんです、
官邸がもう全部握っちゃって、うんうん、まあ、あの現場でのいろんなオペレーションみたいなことをどちらかというと外務大臣がやってたって感じで、河野さんはやっぱり河野談話があるために余計に言えないんですよ、近隣諸国に関することをね、明確に。そうするともうこれ官邸が全部握っちゃって、はい、その通りに河野さんがやると。ただ韓国側にとってみれば、なんかまあ韓国側にも一定のね、まあ仲良くしようよ的なメッセージを送ったかのようには見える部分もあるんです、はい、で安倍さんとしてはどの道ご自身はもうあとはその悲願である憲法改正やり遂げることしかないわけで、だってこれ以上総理としてね、例えばそのなんか自分がもうとにかく権力あと10年持ちたいとかそんなことはないわけじゃないですか。そうすると自民党の中でやっぱり次の世代というものをもう育てていかなきゃいけない。そうするとやっぱり河野さんにもその外交の実際の修羅場っていうものは経験してもらっておく方がいいというふうに考えた可能性もある。野田さんだってそうですよね。あの有力議員ではあるけれど、実際に閣僚としてやっぱり総務大臣ほど相当広い守備範囲の閣僚をやるっていうのはかなりの実は力仕事なんですよね。ですからその野田さんお子さんのこともあってですね、いろいろ大変だと思うけれども、ここでやっぱり総務大臣やるってことは相当政治家として力をつけるっていうことになるから、その辺の自民党総裁としてのね、あのまあ親心的なものもあるんじゃないか。でさらにそのさっきちょっと言いかけたんですけど、安倍政権にとって今敵はどこにあるのかって言ったらば、やっぱりメディアであり、残念ながらね、それから残念ながらというか、これは国民にとっても残念な部分があるけれども、安倍さんにとってっていうよりもね、やっぱりそのきちんとした公平な、ある程度公平な、あるいはその事実に基づいた報道がされない、それによってその政権の実相もかなり歪められているし、有権者の判断も歪められてしまうという点で大変残念である、まあ、これと対峙しなければいけない。それからもう一つは近隣諸国ですよね、中国と朝鮮半島ですね。この2つの敵に対して、この敵と融和的な人を前線に送り出すっていうのは一つの作戦としては私はありだと思う。ただしここがもう一つ危惧しているのはね、うん、今まあ、マスコミ、ね、全体でも、フェイクニュースで、まあ、印象操作で、まあ、そういうこの数ヶ月間徹底的に安倍政権を叩く、それで今、まあ、支持率がもう 30% 程度、しかしその中でね、むしろ私が、まあ、今までそういうふうに言ってきたんですけどもね、 30% が要するに最後までですよ、いくらマスコミが叩かれたとしても 30% あったということが、要するにこの保守層のね、恐らく我々と同じ考えのこの 30% の過大支持はね、それある意味では安倍政権の生命線ですよ。要するにどんなことはでも、あるいはまあマスコミがいくらなそういう嘘列造でね、安倍先生に叩いたとしても、この人々がやっぱり安倍政権を信じる、安倍総理を信じる。しかしこれを信じるということが、まあ、安倍さん、もちろん安倍さんのまあ指導力とか人格、それだけじゃないんです、要するに安倍さんの政策、理想理念にね、共鳴している人が多いですよ、要するに安倍さん、例えば中国に対して、あるいはまあ日本の国防に対して、あるいは憲法改正に対して、要するに基本的に安倍さんの政治理念に共鳴している、だから家計とか森本、どんなそんなつまらない問題あったとしてもやっぱり信じるんです、しかし問題は今回の内閣改造で、当然今有村さんがおっしゃったようにね、戦術的にね、要するに敵を封じ込める、共同体制を作る、まあ、それがまあ政局の側面では理解できる。しかし私が危惧しているのは、それが一つのきっかけでね、方向性があっちの方へね、もしシフトしていけば、最後安倍政権どうなるのかというとね、最後の 30% の過大支持を失ってしまう可能性ある。それ最後の一番の課題、要するに安倍政権にとって最後の通りでね、この支持を失って、しかもまたさらにマスコミに叩かれる、最後はもう何もできなくなる。ですからね、まあ、もちろん政治ですから、いろんな政局の場面でね、いろんな戦術は講じる、まあ、いろんな派閥の問題も考えられる。しかしね、やっぱり安倍政権であるゆえに、安倍政権がやってこれからもやっていただくということがやっぱり基本的な政策理念のところで、そこがちゃんと示さなければ、そういう場合で人事もね、だからもちろん例えば今、まあ、以前の安倍政権はいわゆる友達政権だと言われてね、稲田さんとかいろんな方々、高村さんが入って、それ全部さっき話を外したんですよ、まあ、別に友達外すのかとか別の問題として、しかしねですよ、私は、ね、別に友達だから入っただけだけど、やっぱり稲田さんにしても、総務大臣の高市さんにも、要するに安倍首相と同じ政策理念、政策理念を共有している人々、はい、そういう人々もね、私はこの内閣のね、この政権の中枢にね、いないとダメですよ。だからそういう政策理念が共鳴している人を外して、まあ、どちらに転ぶか分からないような、そういう者たちをバランス感覚でばっかり入れて、安定しているように見えるんですけど、バランスがよく見えるんですけど、じゃあ安倍政権とは何かという基本的な問題になるんです。そこが私は今回どうなるかという、結構私個人的には結構疑問ですわ、今回の総理。いや、おっしゃる通りですよ、やっぱりね、理念ありきですからね、政治家は全くおっしゃる通りだというふうに私も思う。ただやっぱりここでこれをしなければならないというのは、
今回よく分かったようにマスコミが主導して、内部の人間がそれに乗っかるという形での頭角運動、こんなもの二度と起こさせちゃいけないっていうことも考えたと思うんですよ。ね、だからまあ石破さんだけはとりあえずね、絶対だってほら前回 の、 あの組閣の時にもう自分から閣僚に入らないと言ったわけだから外にいらっしゃるわけでしょ、でつい、一昨日ぐらいかな、もうあのフジテレビのログインタビューに答えてますよね、まあ石破さん何言ったってもういいっていう感覚だと思います。で石破さんは今回のことでやっぱり党内からも相当大きく不信感を持たれてしまった、だからまああれは外に置いとけみたいな感じだと思う。それ以外の人間は全部取り込んで、やっぱり自分の力にしていくと同時に、その本当にね次世代、次のリーダーをやっぱり考えるためにも、重責を担わせてみんなでやっていくっていうところを見せるのも、まあ一つのリーダーとしての器、まあ、それも それも一つの問題、もう一つの、さっきも有村さんが触れたもう一つの大事な問題、実は、要するに安倍政権が、まああと1年続くか2年続くか3年続くか分からないな、でもどちらもいずれが終わるんです、終わってから、じゃあ安倍政権の政策路線、これを日本の伝道を大事にする、あの日本の国防を真剣に考える、中国に対して毅然とした態度を取る、国際戦略をきちんとやる、このような政策路線で安倍政権で終わってはいけないんですね、むしろ安倍政権が終わってから日本が直面する国際環境がさらに厳しくなる、だからあのこの安倍政権の政策理念を次世代に、今非常に有村さん大事な点を触れたんですよね、どういうふうに、ね、受け継がれていく、つかせていくかっていう、おそらく当時が安倍さんがそういうことを考えて、例えば稲田さんを、ね、あの防衛大臣に任命して育てる、しかし残念ながら、まあ、はっきりとで失敗、それが失敗は、失敗に終わった、そうなると安倍ポスト安倍が安倍政権の後で、じゃあ誰が、あのこの安倍政権の政策路線を受け継ぐかっていう話、しかし今の閣僚はもうこれでもう見えてこない、だからそこがまたもう一つの危惧ですわな。視聴者の方からもですね、続々とお声をいただいておりますので、慎んで読ませていただきますね、慎んで内閣改造をもし失敗すれば安倍政権の命取りになりかねない状況にあると思います、安倍総理は今逆風なだけに党内派閥の意向を飲まざるを得ないことにはならないでしょうか。それは2014年の改造の際の松島、小渕両大臣、懐かしいですね、両大臣の失敗を繰り返さないでしょうかというお声が、IDC18 の和田さん、いつもありがとうございます、お声をお寄せいただいております。それともう一件ですね、なるほど、逆に河野談話が河野太郎さんに対する足かせになっている側面もあるのか、そう考えると河野太郎さんが父親河野陽平さんのこの談話を撤回することもあり得るのか、そう考えると安倍首相の人事守りに見えて意外と攻めているものだったりというクエスチョンマーク付きの、ね、お声もいただいています。それからもう一件、有本香里さんの解説を聞いて放送法をめぐってメディアの矢面に立たせるという辛抱遠慮があるのかなと、少し逆転の発想で期待が持てましたというお声もいただいております。そうですね、ですから両方とも一番の敵の矢面に敵にとって融和的な人間を立たせる、で今までね、野田さんだって例えば河野さんだって、まあ、河野さんちょっと違うけど野田さんなんかでも外に行った時はまあそれなりに嫌味を言ってたわけですよね、でもじゃあお前やれって話なわけです、これは、だからそこはまあちょっと意地悪な人事でもあるので、必ずしも守りとかですね、あるいはその党内派閥に配慮せざるを得なかったとまでは多分それほど心理的には追い込まれてはいないというふうに私は見てますね。そうですね、先生が今まで、まあ、河野太郎さんが別に外交担当じゃないですからね、ただおそらく、まあ、これで例えば慰安婦問題について、まあ、正面から見解示さなくてもよかったという、しかし外務大臣になった以上ですよ、そういう問題、対中国の問題、対韓国の問題ね、それこそははっきりと見解を示ないといけないですよな、そこがまあ政治家の責任です、まあ、ですから誰かで、まあ、我々の的な意味で誰かで、例えば河野太郎さんの外務大臣として初めての記者会見でね、誰か記者がそういうふうに聞くべきですわな、それは逃げられない、今回の内閣改造にということで、アンケートを取らせていただきました、期待できるという方が 30.5%、 できないという方が 22.5%、 どちらとも言えない 47.1% で、まあ、今回の内閣改造期待できるという方は3割ぐらい、まあ、ちょうど安倍内閣の支持率とほぼ横ばい、いやなんかでも JNN の、 あの世論調査では、あの支持率実は 40% 以上あったんですって。ああそうなんですか、いつ最近その数字もじゃあもう操作されてる可能性が、だからそういう数字自体もね、世論調査の聞き方もあるんですよ。いや僕ね、あのおそらくは、まあ、内閣改造別として、あの安倍政権の支持回復すると私は思うんですよ、というのはね、そこまで下がったのは別に政策で失敗したことは何もないですから、そうだよね、要するに失ってしまう可能性ある、それ最後の一番の課題、要するに安倍政権にとって最後の通り手ね、この支持を失って、しかもまたさらにマスコミに叩かれる、最後はもう何もできなくなる、ですからね、あの
まあ、もちろん政治ですから、いろんな政略の場面でね、いろんな戦術は講じる、まあ、いろんな派閥の問題も考えられる。しかしね、やっぱり安倍政権であるゆえに、安倍政権がやってこれからもやっていただくということがやっぱり基本的な政策理念のところで、そこがちゃんと示さなければ、そういう場合で人事もね、だからもちろん例えば今、まあ、以前の安倍政権はいわゆる友達政権だと言われてね、あの稲田さんとかいろんな方々、高村さんが入って、それ全部さっき話を外したんですよ。まあ、別に友達外すのかとか別の問題として、しかしねですよ、私は、ね、別に友達だから入っただけだけど、やっぱり稲田さんにしても、あの総務大臣の高市さんにも、要するに安倍首相と同じ政策理念、共有してる人々、そういう人々もね、私はこの内閣のね、この政権の中枢にね、いないとダメですよ。だからそういう政策理念が共鳴している人が外して、まあ、どちらに転ぶか分からないような、そういう者たちをバランス感覚でばっかり入れて、安定しているように見えるんですけど、バランスがよく見えるんですけど、じゃあ、安倍政権とは何かという基本的な問題になるんです、そこが私は今回どうなるかという、結構、私、個人的には結構疑問ですわ、今回そうなんです。いや、おっしゃる通りですよ、やっぱりね、理念ありきですからね、政治家は、全くおっしゃる通りだというふうに私も思う、ただやっぱり、ここでこれをしなければならないというのは、今回よく分かったようにマスコミが主導して内部の人間がそれに乗っかるという形での頭角運動、こんなもの二度と起こさせちゃいけないということも考えたと思うんですよ。ね、だからまあ石破さんだけはとりあえずね、絶対だってほら前回 の組閣の時にもう自分から閣僚に入らないと言ったわけだから外にいらっしゃるわけでしょ、でつい、おとといぐらいかな、もうフジテレビのログインタビューに答えてますよね、まあ、石破さん何言ったってもういいっていう感覚だと思います。で石破さんは今回のことでやっぱり党内からも相当大きく不信感を持たれてしまった、だからまああれは外に置いとけみたいな感じだと思う。それ以外の人間は全部取り込んで、やっぱり自分の力にしていくと同時に、その本当にね、次世代、次のリーダーをやっぱり考えるためにも、重責を担わせてみんなでやっていくっていうところを見せるのも、まあ一つのリーダーとしての器、まあ、それも一つの問題、もう一つの、さっきも有村さんが触れたもう一つの大事な問題、実は、要するに安倍政権が、まああと1年続くか2年続くか3年続くか分からないな、でもどちらもいずれが終わるんです、終わってから、じゃあ安倍政権の政策路線、これを日本の伝道を大事にする、日本の国防を真剣に考える、中国に対して毅然とした態度を取る、国際戦略をきちんとやる、このような政策路線で安倍政権で終わってはいけないんですよ、むしろ安倍政権終わってから日本が直面する国際環境はさらに厳しくなる、だからこの安倍政権の政策理念をないんですよ、近隣諸国に関することを、ね、明確に。そうするともうこれ官邸が全部握っちゃって、その通りに河野さんがやると。ただ韓国側にとってみれば、なんかまあ韓国側にも一定のね、まあ仲良く使用的なメッセージを送ったかのようには見える部分もあるんです、はい、で安倍さんとしてはどの道ご自身はもうあとはその悲願である憲法改正やり遂げることしかないわけで、だってこれ以上総理としてね、例えばそのなんか自分がもうとにかく権力あと10年持ちたいとかそんなことはないわけじゃないですか。そうすると自民党の中でやっぱり次の世代というものをもう育てていかなきゃいけない。そうするとやっぱり河野さんにもその外交の実際の修羅場っていうものは経験してもらっておく方がいいというふうに考えた可能性もある。野田さんだってそうですよね、有力議員ではあるけれど実際に閣僚としてやっぱり総務大臣ほど相当広い守備範囲の閣僚をやるっていうのはかなりの実は力仕事なんですよね。ですからその野田さんお子さんのこともあってですね、いろいろ大変だと思うけれども、ここでやっぱり総務大臣やるってことは相当政治家として力をつけるっていうことになるから、その辺の自民党総裁としてのね、まあ、親心的なものもあるんじゃないか。でさらにそのさっきちょっと言いかけたんですけど、安倍政権にとって今敵はどこにあるのかって言ったらば、やっぱりメディアであり、残念ながらね、それから残念ながらっていうか、これは国民にとっても残念な部分があるけれども、安倍さんにとってっていうよりもね、やっぱりそのきちんとした公平な、ある程度公平な、あるいはその事実に基づいた報道がされない、それによってその政権の実相もかなり歪められているし、有権者の判断も歪められてしまうという点で大変残念である、まあ、これと対峙しなければいけない。それともう一つは近隣諸国ですよね、中国と朝鮮半島ですね。この2つの敵に対して、この敵と融和的な人を前線に送り出すっていうのは一つの作戦としては私はありだと思う。ただしここがもう一つ危惧しているのはね、今まあ、マスコミ、ね、全体でもフェイクニュースで、まあ、印象操作で、まあ、そういうこの数ヶ月間徹底的に安倍政権を叩く、それで今、まあ、支持率がもう 30% 程度、しかしその中でね、むしろ私が、まあ、今までそういうふうに言ってきたんですけどね、
30% が要するに最後までですよ、うんうん、いくらマスコミが叩かれたとしても 30% あったということが、うん、要するにこの保守層のね、うん、恐らく我々と同じ考えのこの 30% の過大支持はね、うん、それあるいは安倍政権の生命線ですよ、うんうん、要するにどんなことあでも、はい、あるいはまあマスコミがいくらなそういう嘘で実装でね、安倍先生に叩いた、だとしても、この人々がやっぱり安倍政権を信じる、うん、安倍総理を信じる、しかしこれを信じるということが、まあ、安倍さんもちろん安倍さんのまあ指導力とか人格それだけじゃないんですよ、うん、要するに安倍さんの政策理想理念にね、うん、共鳴している人が多いですよ、うん、要するに安倍さん例えば中国に対して、うん、あるいはまあ日本の国防に対して、うん、あるいは憲法改正に対して、うん、要するに基本的に安倍さんの政治理念に共鳴している、うん、だから家計とか森本どんなそんなつまらない問題あったとしてもやっぱり信じるんです、うん、しかし問題は今回の内閣改造で、はい、当然今有村さんおっしゃったようにね、戦術的にね、要するに敵を封じ込める、うん、共同体制を作る、うん、まあ、それがまあ政局の側面では理解できる、しかし私が危惧しているのはそれが一つのきっかけでね、方向性があっちの方へね、もしシフトしていって、要するに安倍政権にとって最後の投じてね、この支持を失って、しかもまたさらにマスコミに叩かれる、最後はもう何もできなくなる、ですからね、あのまあ、もちろん政治ですから、いろんな政局の場面でね、いろんな戦術は講じる、まあ、いろんな派閥の問題も考えなきゃ、しかしね、やっぱり安倍政権であるゆえに、安倍政権がやってこれからもやっていただくということが、やっぱり基本的な政策理念のところで、そこがちゃんと示さなければ、そういう場合で人事もね、だからもちろん、例えば今、まあ、以前の安倍政権はいわゆる友達政権だと言われてね、あの稲田さんとかいろんな方々、高村さんが入って、それ全部さっき話を外したんですよ、まあ、別に友達外すのかとか別の問題として、しかしね、ですよ、私は、ね、別に友達だから入っただけだけど、やっぱり稲田さんにしても、総務大臣の高市さんにも、要するに安倍首相と同じ政策理念、共有している人々、はい、そういう人々もね、私はこの内閣のね、この政権の中枢にね、いないとダメですよ。だからそういう政策理念が共鳴している人を外して、まあ、どちらに転ぶか分からないような、そういう者たちをバランス感覚でばっかり入れて、安定しているように見えるんですけど、バランスがよく見えるんですけど、じゃあ、安倍政権とは何かという基本的な問題になるんです、そこが私は今回どうなるかという、結構私、個人的には結構疑問ですわ、今回の総理。いや、おっしゃる通りですよ、やっぱりね、理念ありきですからね、政治家は、全くおっしゃる通りだというふうに私も思う、ただやっぱり、ここでこれをしなければならないというのは、今回よく分かったようにマスコミが主導して、内部の人間がそれに乗っかるという形での頭角運動、こんなもの二度と起こさせちゃいけないっていうことも考えたと思うんですよ。ね、だからまあ石破さんだけはとりあえずね、絶対だってほら前回 の、 あの組閣の時にもう自分から閣僚に入らないと言ったわけだから外にいらっしゃるわけでしょ、でつい、一昨日ぐらいかな、もうあのフジテレビのログインタビューに答えてますよね、まあ、石破さん何言ったってもういいっていう感覚だと思います。で石破さんは今回のことでやっぱり党内からも相当大きく不信感を持たれてしまった、だからまああれは外に置いとけみたいな感じだと思う。それ以外の人間は全部取り込んで、やっぱり自分の力にしていくと同時に、その本当にね、次世代、次のリーダーをやっぱり考えるためにも、重責を担わせてみんなでやっていくっていうところを見せるのも、まあ一つのリーダーとしての器、まあ、それも一つの問題、もう一つの、さっきも有村さんが触れたもう一つの大事な問題、実は、要するに安倍政権が、まあ、あと1年続くか2年続くか3年続くか分からないな、でもどちらもいずれが終わるんです、終わってから、じゃあ安倍政権の政策路線、これを日本の伝道を大事にする、日本の国防を真剣に考える、中国に対して毅然とした態度を取る、国際戦略をきちんとやる、このような政策路線で安倍政権で終わってはいけないんですよ、むしろ安倍政権が終わってから日本が直面している国際環境はさらに厳しくなる、だからこの安倍政権の政策理念を次世代に、今非常に有村さん大事な点を触れたんですよね、どういうふうに、ね、受け継がれて、この内閣で例えばいろんなメンバー調べたら、ね、結構韓国に好意を持つ人が多いですわね、ですから私は、ね、今でもですよ、要するに安倍政権の下での日韓合意は、ね、私が安倍政権の最大の、ね、外交的汚点だと思っていますよ。もしこの路線がそういう人々に、ね、さらに、ね、持っていくことになれば、厚労談話以上に、ね、もし日本を傷つける、痛めつけるということになっては絶対にならない。
だからこの外務大臣の人事に対しては私はまあちょっと聞くですわ。もちろん僕はあの内幕何も知らないですよ、ただしそれだけちょっと聞くですわ。私はね、意外とこの外務大臣人事はね、なんか外務大臣人事もそれから総務の野田聖子さんもね、関さんのような意見の方ってすごい多いんですよ、なんでこんな人事なんだっていうふうに思ってらっしゃる方がいるんだけど、私は意外と安倍総理は人事が上手になられたなって感じがしますね。やっぱりね、抑え込むってことは大事なんですよ。それとね、その今関さんがまさしくおっしゃったように、この確かにあの河野さんは、まあ、お父さんの河野談話に関してもそれからその日韓関係に関しても明確なことをおっしゃってない、ただあの日韓関係に関しては近年はですね、自民党の政治家ほとんどがあんまりはっきり言ってないです。やっぱり難しくなったんでしょうね。で、河野さんも野田さんも新官派の議員ですね、いわゆる。あの野田さんなんかは結構大勢の女性議員、超党派の女性議員ね、辻元清美さんなんかも含めて、そういう人たちとあの日韓関係改善のために議員交流しようなんて言って韓国行ったりしてましたからね、そういう人たちなんですよ。ただし岸田さんにじゃあそれほど外交的ポリシーがあったかって別にないですね。で、ここがまたポイントで、もう岸田時代も要するに外交ではほとんど官邸がやってたんです。官邸がもう全部握っちゃって、まあ、あの現場でのいろんなオペレーションみたいなことをどちらかというと外務大臣がやってたって感じで、河野さんはやっぱり河野談話があるために余計に言えないんですよ、近隣諸国に関することをね、明確に。そうするともうこれ官邸が全部握っちゃって、その通りに河野さんがやると。ただ韓国側にとってみれば、なんかまあ韓国側にも一定のね、まあ仲良くしようよ的なメッセージを送ったかのようには見える部分もあるんです、はい、で安倍さんとしてはどの道ご自身はもうあとはその悲願である憲法改正やり遂げることしかないわけで、だってこれ以上総理としてね、例えばそのなんか自分がもうとにかく権力あと10年持ちたいとかそんなことはないわけじゃないですか。そうすると自民党の中でやっぱり次の世代というものをもう育てていかなきゃいけない。そうするとやっぱり河野さんにもその外交の実際の修羅場っていうものは経験してもらっておく方がいいというふうに考えた可能性もある。野田さんだってそうですよね。あの有力議員ではあるけれど、実際に閣僚としてやっぱり総務大臣ほど相当広い守備範囲の閣僚をやるっていうのはかなりの実は力仕事なんですよね。ですからその野田さんお子さんのこともあってですね、いろいろ大変だと思うけれども、ここでやっぱり総務大臣やるってことは相当政治家として力をつけるっていうことになるから、その辺の自民党総裁としてのね、あのまあ親心的なものもあるんじゃないか。でさらにそのさっきちょっと言いかけたんですけど、安倍政権にとって今敵はどこにあるのかって言ったらば、やっぱりメディアであり、残念ながらね、それから残念ながらっていうか、これは国民にとっても残念な部分があるけれども、安倍さんにとってっていうよりもね、やっぱ別にそうじゃない、もう4年も政権をやってるわけですから、野田さんはライバルじゃないんですね。本当の敵は安倍さんにとってはメディアであり、それからもう一つはやっぱり中国ですね、外国ですよね。いや、それでね、今の話で、私があのちょっと聞くしてる疑問を持ってるのは、やっぱりあのコロさんの、外務大臣の任命ですわね、まあ、あの別に彼がまあ別に傭兵さんとはまあ当然金額も違いますが、しかし問題は例えば外務大臣ですよね、じゃああの韓国との問題、いわゆる慰安婦問題、じゃあどうするかという話になると、まあ、実はね、私も彼が外務大臣に決まったということを分かったところで、ちょうどじゃあ彼が政治家として外交政策をどう考えるかちょっと調べたんですよね、まあ、調べるのは当然彼の公式の、 あの彼自身の、 あの公式サイト、それで調べてまず出てくるのは当然あのやっぱり慰安婦問題、おそらく彼も意識してるんですよな、自分の親父があんなことをね、あんなことを、まあ、私からすれば彼のもちろん彼には責任ないですよ、関係ないけど、彼のお父さんやったこの日本国民に対する犯罪ですよね。じゃあそれがどうするかという話、それで彼の外交政策のところでボンといわゆるいやあの功労談話出たんです、じゃあ最初から最後まで読んだんです。しかし読んでね、もう日本語で言えば何か気づれに何かつままれたのか、どういうことかというとね、最初から最後までね、要するに Q&A 形式でね、慰安婦問題とは何か、功労談話どういう経緯でできたか、要するにな説明、要するにその刑事の説明、しかし最初から最後まで彼自身がこの問題についてどう考えるかね、一言も書いてないんですよ。卑怯ですよ、自分の政策を政治家として自分の政策を発表してるでしょ。じゃあ功労談話に関してね、もうあたかも他人ごと、まあ、一言であるように、要するに評論家的にね、評論家以上以下ですよ、評論家でも自分の意見が言うでしょ、私は一応まあ一応言われる評論家ね。しかしね、あの今でもまあ誰でもまあ入ってみることができるんですけど、功労談話に関してじゃあ自分はどういう意見を持ってるか、それは正しいかどうか、一言も書いてないんですよ。いや、そんな政治家で私信用できないでしょ、要するに結局彼が自分の公式サイトで一応コロダンは取り上げたのは、要するに自分の親父のことを意識して何か触れないとちょっと何かいけない、おそらくそういう意識があった。しかしね、触れてる中で経緯の説明に集中してね、自分の考え、自分の政策、自分のね主張で一切一言も書かないというのは完全に逃げてるということ。じゃあ逃げてることが、要するに少なくとも彼がこのコロダンに
対してね反対の意見が持てないというふうに解釈するしかないんですよ。ここ二つの問題、一つが自分の政治家としてこの党、はい、この党はね自分の親父がやったことは別としてですよ、じゃあどういう考えを示さないということはね、まず私はこれ政治家としても卑怯ですよ、資格ですよ、その上でもし彼が実はこのこの党に対して親父とね彼のお父様と同じ考えならば、このような人がそうあの外務大臣になったらですよ、じゃ あ, あの日本の外交どうなるかって、しかも今後の